オンライン広告というのはこれから先欠かせないツールではないかというふうに思っております。昭和36年に創業いたしまして、50数年であります。高知愛媛で26店舗を営業しております。高知県はですね、もう完全に少子高齢化、まあ、これからは若者に向けていかに情報を届けていくかっていうところが課題になってましたので、実際若年層の方へリーチし来店していただくためには従来のチラシだけでは非常に弱い施策になっているのが現状としてありました。そこで Google の膨大なデータとネットワークを活用したオンライン広告を中心とした集客施策をご提案差し上げました。18歳から24歳というふうにターゲットを決めまして、その店舗の証券内に限定してバナー広告の配信をやりました。バナー広告を送った20代に関してはチラシの時よりも約3倍の集客効果がありました。今現在20代30代の新聞購読率は 50% を切っておりましたけども、スマートフォンの普及率っていうのは 80% ということで非常に高いっていうことが分かりました。当社のに勤めているスタッフのお子さんが東京に普段いるんですけど、で高知に帰ってきたらいろんなスマホのページを見るとですね、全部サニーマートの広告ばっかりが出てると、若者にいろんな情報が届いてるんだなというのをすごく実感しましたね。オンライン広告っていうのは販促戦略には欠かせないツールだと思ってますんで、これからも Google さんと一緒になっていろいろとチャレンジしていきたいなというふうに思っております。